サンプソンはプレッシー社が開発した多機能3次元レーダー。イギリス海軍では1045型レーダーとして正式化されており、45型駆逐艦の中核的なセンサとして搭載されている。イギリス国防省研究開発評価局では、1970年代よりアクティブフェーズドアレー型レーダーの基礎研究を行っており、1977年には実験機として、 ミザーが製作された。これは1060個の送受信機を備えた回転式のアエアンテナ1面を用いており、動作周波数は S バンド、ピーク出力は約 2kW、ビーム幅は送信時3.1度、受信時3.4度であった。実用機であるサンプソンでは、アンテナは2面を背中合わせに配置することで操作率をさらに向上させている。 総受信機には、ヒカ・ガリウム素子が導入されており、2560個の放射素子は4個ずつ670機の T ・ R モジュールとしてまとめられている。レーダー反射断面積0.008平方メートルの目標に対して1 0 5キロメートルの探知距離を発揮できるとされている。追尾目標数は500から1000個であり、パムズにおいては、アスター艦隊空ミサイルによって、 最大12個の目標と交戦できる。なお、ミザー時代より、電子防護に関しては長らく検討されており、実験では10方向以上からの電子攻撃を受けても、妨害を受けにくくする波形を形成することに成功している。ありがとうございます。